はい、はやぶさの伊藤です。今年に出る、スクイットジャンキー、エギですね、ご紹介したいと思います。当社としては数年ぶりに、エギをリニューアルします。数年前にランブというのが出たんですけども、そのランブを廃盤にしまして、今年新たにスクイットジャンキーライブリーダーと、名前題しまして新しく出ます。まあ、特徴というかですね、もう至ってスタンダードオーソドックスな、エギというものを作りました。で、まあ、豊富な、カラーラインナップ、それからですね、ちょっと光って分かりにくいかもしれないですけど、針にフッ素コートをされてます。フッ素加工した針を使ってます。そうすることによってですね、エギをこう後ろから見たとき、今までシルバーの針っていうのはどうしてもギラつきが出て、イカに違和感を与えていたんですけども、このフッ素コートの針にすることによってギラつきを抑えて、至ってナチュラルな、形を取ることができました。今年の7月、3.5 は3月の発売なんですけども、2.5、3.5っていうところは7月の発売です。発売になりましたからぜひ皆さん使ってみてください。はい、続きまして、こちら、今年の5月の発売になります、ジャックアイ巻き巻きバイ、ジャックアイ巻き巻きスピン、この2つをご紹介したいと思います。巻き巻きバイブ、よくある、まあ、バイブレーションというか、メタルバイブなんですけども、まあ、青物、大物の青物に対応できるように、太軸の針というのを搭載しています。で、まあ、メタルバイブなので、愛を、4箇所設けています。まあ、これによってアクションがいろいろ変わるので、さまざまなシチュエーションに対応できる、泳ぎが可能となっています。で、またその下の巻き巻きスピンなんですけども、巻き巻きスピンはですね、これこそまさにザ・バイブレーションという形です。なんとブレードが2枚ついてますので、さらなるアピールであったりとか、さらに魚っぽさであったりっていうのを演出できるようになってます。で、どちらもですね、大型の青物に対応できるように太軸のトリプルとか、純正で装備されてますので、不意な青物が来ても確実に取れるように出来上がっています。ぜひ発売になりましたら、皆さん使ってみてください。